モリル軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は5440人で、軍庁所在地はブリッジポート。ネブラスカ州のナンバープレートで、モリル軍の車両は最初の数字が64になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 モリル軍の車両登録台数が州内の軍の中で64番目に多かったからである。モリル軍は1908年に組織され、リンカーンランド社会長のチャールズ・ヘンリー・モリルにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積3703平方キロメートルである。このうち3688平方キロメートルが陸地で、 16平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.42%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、モリル軍には5440人、2138世帯及び1494家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで、1 平方キロメートルの平均的な密度に2460件の住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人93.68%、黒人0.07%、先住民0.72%、アジア系0.22%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種4.12%、及び、本欠1.19%で、 1 0 0 9の人々がヒスパニックまたはラテン系である。軍の住民の40.5%がドイツ系、9.2%がイングランド系、7.3%がアイルランド系、6.7%がアメリカ系移民の子孫である。モリル軍に住む2138世帯のうち32.10%は18歳未満の子供と暮らしており、 59.50%は夫婦で生活している。6.50%は未婚の女性が接待種であり、30.10%は家族以外の住人と同居している。26.90%は独居で、全世帯の13.00%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.49人であり、 家庭の場合は3.03人である。軍の住民は27.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.20%、25歳以上44歳以下が24.40%、45歳以上64歳以下が24.20%、及び65歳以上が17.00%となっている。 平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性は97.90人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は95.60人いる。軍の世帯ごとの平均収入は3235ベ米ドルで、家族ごとでは36,673ベードルである。 男性の27,107ベイドルに対して女性は19,271ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は14,725ベイドルである。総人口の14.70%、家族の10.00%は貧困線以下である。18歳未満の子供の20.00%、および65歳以上の10.30%は、 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。